カバルリの到着だ。随分でかい武器を送ってきたようだな。なぜ BOS はあれを送ってよこしたんだ。我々はこの船をプリドゥエンと呼ぶ。大攻勢をかけるに足るだけの軍勢と物資が積んであるのだ。船が来たということはエルダーマクソンもこちらに来られたということだ。それはすなわち戦争になることを意味する。エルダーマクソンとは何者だ。マクソンはこの地区における BOS の指揮官だ。 BOS の全兵士が核ありたいと思うお手本だよ。受け負ってもいいが、戦争になった時に先陣を切るのはあの方だよ。前にも言ったが、もうすぐお前もプリデュエンをより身近に感じることになるぞ。二人で報告に上がるよう命令を受け取ったのだ。警察署の屋根までついてこい。ちょっとした船旅に出発だ。突っ立ったまま任務を完了するつもりかなあ。立っているところをイングラムに見つかってはいけない。瞬きする間もなく報告されてしまう。壊れているようなら念のため頭部にもう一つつけてみな。当たって砕けろだ。おい、そっちだ。うん、分かった。災難に合わせたくないからな。ここからだと連邦も違った表情を見せるだろう。上から見下ろすことで戦場の感じ方がなんと劇的に変わることか。いつだって驚かされない時はない。インスティチュートとの戦いの際はこれを役立てねばな。奴らの技術が優れているのはすでに分かっている。それはつまり武器庫にどんな武器が隠してあるか知りようがないってことだ。幸いにも我々には空での優位性と戦術の知識がある。それで状況が良くなってくれればいいが、まず何よりも奴らを見つけ出すことだ。きっと我らが着くまでにエルダーマクソンが万事計画を整えてくれているだろう。よく戻ってきたパラディン。まず最初に任務成功おめでとうと言わせてもらおう。そしてこちらが新入りかな。はっ、すでにイニシエートに戦地昇進させてあります。また個人的にはこの者が異界に加わる際の身元引受人となりたいのですが。ああ、
様のレポートは読ませてもらった。喜ぶがいい。エルダー・マクソンが申し出を認可された。新入りはお前の下に配属されることになる。ありがとうございます。さあ、では現在私への命令は、クリドウェンに残り次の指示を待て。了解です。さあ、アド・ビクトリアム・キャプテン。アド・ビクトリアム・パラディン。さて、お前がパラディンダンスが目をかけていた人材に、あまり兵士らしくは見えない。失望させてすまないな。すまない？兵士から出る言葉にしては聞き慣れない表現だ。最高の地位を勝ち取りたいのなら、もっとしっかりしていなければな。パラディンダンスの報告は読ませてもらった。お前が BOS にとって大きな力になると考えているようだ。我らと共にあっても、お前にはかなりの自由裁量を認められるだろう。しかし、一つはっきりさせておきたい。 BOS が連邦までやってきたのは、明確な一つの目標があってのことだ。この船のキャプテンとして、どんな相手だろうと我らの任務を危険にさらさせるつもりはない。そいつがいかに自分を重要人物だと思っていてもだ。理解したか？正確にはどんな任務なんだ？それを言う権限はない。間もなくエルダー・マクソンが上院に演説を行うだろう。そこで全ての疑問の答えが出るはずだ。さて、まだ他に何かあるか？それとも私が言ったことは全て分かってもらえたかな？ヒントもなしか？頼むよ。こっちにはそれだけの価値がある。いいか。私に言えるのは、ダンスの偵察チームがよこした情報に応じて我々がすぐにここに来たということだけだ。それ以上はエルダー・マクソンの演説まで待つのだな。今は質問は抜きだ。動いてもらう時間が来たのだ。分かっているのか？今はそれだけだ、兵士よ。次の命令だ。演説に備えてコマンドデッキに進め、その後でエルダー・マクソンが話したいとのことだ。何か質問があれば今私に尋ねよ。出なければ解散だ。こちらへの命令は？エルダー・マクソンの演説を聞いておけ。その後であのお方が話したいとのことだ。他には？もう質問はない。では直ちにコマンドデッキに向かってもらいたい。解散だ、イニシエイト。ようこそ。エルダー・マクソンは司令デッキで演説中よ。同志たちよ、ここに至るまでの道のりは長く困難に満ちたものであった。連邦に到達するにあたり、かように速やかにことを運べたのは、ひとえに諸君ら一人一人の期待を超えた働きのおかげである。諸君らは偉業を成し遂げたのだ。理由や目的も知らず、その手がかりもないままに。特に心を動かされたのは、何一つ疑問を抱かずにそれを成したということだ。船はあるべき場所に着いた。今こそ我らの目的を、使命を明らかにすると。眼下に広がる連邦には癌細胞が救っている。インスティチュートの名で知られる悪性腫瘍が、それが地表にはびこる前に切除しなければならぬ。奴らは近年、世界に二度目の破滅をもたらしかねない危険なテクノロジーを用いた実験を繰り返している。そうしてインスティチュートの科学者どもは、核兵器の破壊性をはるかにしのぐ武器を作り上げたのだ。彼らはその創造物、人造人間と呼ぶ。このテクノロジーがもたらした忌むべき機械人形を、自らの頭で考え、人間のふりをするのだ。機械が自由意志を授かり得るという考えは、不愉快なだけでなく、極めて危険である。それは原子力と同じく、正しく利用されなければ、我らの死を絶滅に追いやる可能性を秘めているものだ。私は、インスティチュートに一連の実験を続けることを許したつもりは全くない。故に、インスティチュートと彼らの人造人間を BOS の敵とみなす。かの者たちは速やかに一片の情けさえかけることなく処断されるべきである。この作戦は皆に多大な犠牲を強いるものだ。多くの命が失われるであろう。しかし最後には、我らが人類をその最強の敵、すなわち人類それ自体から救済するのだ。
アド・ビクトリアム。アド・ビクトリアム。アド・ビクトリアム。経験から言えば、選ぶってるやつとおしゃべりなやつは無残な死に方をする。彼らのことを気にかけているのだ。わかるだろう。連邦の民のことだ。気にかける。戦争の準備をしていたはずだが、一つの戦争を防ぐため我らの手で戦争を起こす。そのために BOS はここにいる。この二つの違いは、我らの戦争なら文明を灰にすることはないという点にある。何が欲しいんだ？この星に対する義務を受け入れて欲しい。変化をもたらすためにな。パラディンダンスの報告を読んだ限りでは、君はすでにその道を進み始めているのだよ。彼は私が最も高く評価している戦闘指揮官の一人だ。その点を鑑みれば、推薦としてはこれ以上のものはあるまい。故に今この時より、そなたをナイトの位に叙する。その位階にふさわしき装備として、戦場で身を守るパワーアーマー一式を授けよう。誇りを持って身につけるがいい。ナイト？なんだそれ。まるで中世の暗黒時代だ。世界の状況から判断するに、我々は今暗黒時代に生きていると言っても誇張にはなるまい。いずれにせよ、まずはプリドゥエンや我が配下の者たちに馴染むことだ。それが終わったらフライトデッキで報告してくれ。新しい命令がある。プリドゥエンにようこそ兵士よ。光栄に思うぞ。